演歌歌手、氷川きよし、45、山川豊、60、ら芸能事務所のながらグループ所属の歌手が14日、文化放送を1日出演するする特別企画、文化放送、ながらグループジョイントラジオを行った。氷川は、大竹まことゴールデンラジオ、月金曜、午後1時で、大竹の代わりにパーソナリティを務めたほか、山川、田川澄、水森かおり、西宿東、辰巳優斗とリクエスト曲を募る電話オペレーターを務めた。氷川は、ずっと電話に、僕が出ないかなとかけてくれたという人もいました。すごく喜ばれました。期待してもらって嬉しい気持ちになりました。さらに、声を変えて、電話に出たら、バレなかったと笑った。山川は、電話で話がつい人生相談になってしまう。普段、ファンの方と話す機会がないので、僕らもこうしないといけないというような貴重なご意見を、いただけた。一人だけですが、三河健一さんと間違えられた。田川は、大好きと言ってもらえて、励みになりました。水森は、皆さんの生の声、息遣い、リアルな心の動きに感動しました。清志くんと話したかったはずなのに、私の曲をリクエストしてくれたりして楽しかったと、語った。リクエスト総数約1700件のうち、氷川の、白雲の城が1位の182票を獲得した。氷川は自分の中でも難しいハードルの高い作品選んでいただいて嬉しい。以前熊本で歌い地震で大変な思いをした方に届けたい、自分の心を届けたいと思って歌った。これからも大切に歌っていきたいと語った。